はい。皆さん、こんにちは。元気だ。おじいです。今日は12月29日日曜日。時刻の方は17時21分です。えっ、ー、と、弓で F2 に関してね、赤、えー、石さんからのコメント投稿から紹介したいと思います。えー、と、まずはね、こちらをご覧ください。えー、元気だ。おじい、おはようございます。10月14日注文の F2。12月26日夕方、や とと到着しましままたおめでとうございます皆さんが言っているように指紋認証ができません背面にセンサーがあるらしいのですがマークがないので分かりづらく設定できませんミュートの件も0にしても耳元に近づけるとかかすかに聞こえますがこれに関してはあまり気にならないと思いますあとサービス品は UH3 だけで梱包されていました 機械音痴なもので頑張ってやっています。また何か分かれば報告させてもらいます。なかなかかメール失礼ししましたということで、ねえっと、u c h 3だけでイヤホンがついてなかったということだよね。うん、であのイヤホンが、ね、日本のメールに入ってませんでしたというとあの後日、ね、発送しますよということなんで、えっと、日本のサポートに連絡をしなければそのまんまつきません。 で日本のサポートに連絡をした方のみ後日発送ということになります。もし、イヤホンがねおまけのイヤホンが必要だったらあの連絡をしてみてください。そして、えー、とミュートの件はねこれはあの手元に届いた段階であの初期化をしないとだめなんでね新しいファームウェアにアップデートする必要があります。で自動でアップデートをねあのできない場合はあの一度初期化をしてください。 ね、そうするとあの最新のファームウェアで、ね、アップデートできると思うのでえそうするとミュートの件は、ね、改善しております、はい、そして、ねえっと、あとこの明石さんの、ね、え見ている情報が多分どこか、ね、間違った情報を見ていると思うので、えっとこのね、皆さんが言っているように指紋認証ができませんえ背面にセンサーがあるらしいのですがということでこの背面にセンサーがこのあるらしいという、ね、えこの明石さんの見ていたその情報 そこはねフェイク情報です。フェイク情報。で、その赤井さんは、あのちゃんと、そのフェイク情報の場所じゃなくて、ちゃんとした公式情報ね、そういうところを見た方が安心確実ではないかなと思います。 でまあ他にも、ね、そういう方が、まあ、1人いるということは絶対に2人、3人の、ね、同じ方がいらっしゃると思うので、ねまあ、大体はこのに指紋認証の登録がうまくいかないという方が多いと思うんだけど、まあ、赤井さんの場合はその指紋センサー自体が、ね、マークがないから分かりにくいということで、ね、登録ができないということな,んだ、ね、なので、えー、もしかしたら同じ方がいるかもしれないのでね 元気なおういから一言補足させていただければなと思いますまずこの背面にセンサーがあるらしいというねこの情報はフェイク情報なので頭をリセットしてまずはあの公式の夢デジのページを見てほしいと思います夢デジの公式ページが、ね、ありますでその中の夢デジ F2 のところにねサイドマウント指紋センサーということで最先端の 指紋センサーを搭載しております。弓電ジ F2 には指紋センサー付きの統合横置き電源ボタンが付属しています。ワンタップでえ瞬時に携帯電話のロックを解除します。ということで、えっと、この弓電ジ F2 のこの電源ボタン、ね、この電源ボタンが指紋センサーになっているということになります。なのであのであ スマホを持ってね、電源ボタンを触った瞬間に指紋センサーが反応して、それで解除できるということなんだね。えー、なので、これがもうあの一番新しい、ね、F1 とかあのよりも進化した部分になります。はい、ここにあります。背面はね、あの指紋センサーらしきものがないっていうね、当たり前です。背面にはありませんこの側面にあります。この側面にね。 えっとね、統合横置きとなっております。なので、えー、この明石さんの,、ね、この,あの見ていた、その、インチキ情報を出しているところで、えー、そこが、あの嘘、嘘の情報を書いてあるということになります。なので、その嘘の情報に振り回されないでね、えー、ちゃんと正しい公式の、ね、内容を見ていただければ、あ電源ボタンがしまうセンサーだということで、登録はそこにあるのでね、だ、えー、されないようにしてください。 でねえーとまあ、他の情報を見てみるとね、はいえー、といろんな情報あるよね、えー、指紋センサー、ユみデジ F1 は指紋センサーが背面に設置されていましたがユみデジ F2 は右側のサイドに移動されましたユみデジ F2 は電源ボタンと指紋センサーが一体型になっていますってことよね、えー、この情報はどこの情報なのかというと、ねはいえー、フォトスコ、ね えまあ、大体ね、あのー、どこでも同じこと書いてあるよ、ギャルマックスとかね、ああいうとこでも、ね、書いてあるはずです、まあ、大体ね、あのこういう,なんていうかガジェット系の情報を扱っているところだったらね、必ず正しく出てます、ね、明石さんの見ていたところが、ね、あのフェイク情報なんでね、<laughs> 騙されないように、ね、もう一度いまいちチャレンジしてみてください、電源ボタンのところがあ指紋センサーになっておりますね。 はい、えそんなわけで他の方の、ねえー、意見も見てみましょう。えっと、ズマさん。ね、えこんばんはいつも見てます。私の場合は U-Watch も一緒に届きました。コンセントは日本仕様で。よかったね。日本仕様でした。ミュートにならない問題はアップデートで直りましたよ。今のところ問題ありません。いい携帯です。待っててよかったってことでね。 もうニコニコーって、うわーよかったーって顔してるよね <laughs>。ふね。まったかいがあったよーってね。はい。えっ、ー、と、次の方のね、情報も見てみましょうちょ。ちょっとこれ大きいな。よいしょと。はい。次はね、えっ、ー、と水、水口さんです。ね。えっ、ー、と、まずは3日前の情報からね。えー、やっと明日には届きそうです。10月14日発売と同時に購入しました。12月に 届くだろうなぁとは思ってましたが、今回は遅かったですね。でも皆さんと来るのか来ないのか、ヒヤヒヤしながら待っていたこの期間が、ちょっと楽しかったりして、ってことだよね。で、その後ね、1時間前にいただきました。こんにちは。S3 の話題で盛り上がっている頃から見てます。クエスチョンマーク奥、えー、さんに S3 を進めて え雰囲気が分かったので F2 はかなり容易ではないかと思いプレセールをきっかけに購入しましたいい感じですよ直前まで全本4を使ってました F2 は雰囲気今風画面が綺麗皆さんが言っている通りバージョンアップでミュートの件も解消ジャックも問題なくイヤホン OK とっても2万円のスマホには見えません 2年以上前の方とはいえ6万円したンフォン4の方が良いところもありますがコスパで考えたら十分すぎる内容だと思います到着が遅くても結果的には許しちゃいますね今のところ問題らしきところはありませんが何かやってたら電源が押しかけて止まってしまったことが2回ほど発生再起動で大丈夫でした指紋認証が今1一つですね 反応悪いかなまた何か変わったことがあれば連絡します。これからも頑張ってくださいね。VS、うん、電源、充電器、笑いました。ってことでねあの、キャップが取れなかった。これね、はい、そんなわけでね、えー、水口さんもずいぶん埋まったけどもね、でも、あのー、実際に手に取ってみたら、ね、とても2枚のスマホには見えません。ねえー、満足してますよというね、情報でした。ありがとうね。 まあ本当ね、ヒヤヒヤしながら待っててもね、この瞬間が楽しむ。そういうもんなんだよ。よかったね、本当ね。次の方は,は、これ1週間前のおねコメントです。ちょっと F2 とは関係ないんだけどね、ミツバチさんからです。ミツバチレモンさんかな。夢でじ F1 利用しています。いろいろ試してみたんですが、 認識率を落とす原因としていかが考えられると思います。指紋認証ね。1番。利用するケース、カバーを装着した状態で指紋登録をしていない。に、同じ指の指紋を複数登録をしている。ってことだよね。まあ、この1番に関しては、例えばの普通の背面タイプの場合ね、利用するケースとかカバーを装着した状態で指紋登録をしていないってことだよね。これもあり得るよね。 あの指を押し付ける時にあのケースとカバーに穴が開いてるんで、ね、多少段差ができると思いますそうすると押し付け具合とか角度とか若干変わってくるんでねえなのでそこで認識率がね落ちることも考えられるなということでいつも使う状態というのはケースとかカバーをつけてる状態なんでその状態で指紋を登録しないと登録した時と同じ状態でね えー、認識させることっていうのがちょっと困難になります。これがね、うん。まあ確かにその通りだよね。で、2番目。同じ弓の指紋を複数登録している。これ、おじいね、V580 の時にあに、のー、同じ指紋を複数登録したら認識率がアップしたんだよね。え確かね、そういう情報が、ね、あったんだよ、その時にはね。えー、まあ今回その逆パターンなのかな。 え手帳型ケースに入れて使用してますが裸の状態で指紋を登録して利用すると認識率25%程度でしたまた同じ指の指紋を複数登録するとさらに認識率が悪化しましたまあそうだねえ、まあ、いろんな情報があのー、ね あ,のあちこちにあるんでね。あともう一番最初からね、指紋を複数登録してる方もいると思うからね、まずは基本の指1個、いつも使う状態で登録する。まずはここから試してみた方がいいかもしれないよね。軽、うん、スを装着した状態でえ、右手人差し指、右手中指、左手人差し指の3本だけ登録したところ、認識率が50%以上になりました。 参考になれば幸いです。使用している手帳型ケースはアリエクスプレスで5ドルで買った安物です。ということでね、ありがとうございます。まあ、こういう情報もね、あの本当に役に立つ、ね、方もいらっしゃいます。本当、ね、ありがとうございます。やっぱいろんな方がね、いろんな検証をしていろいろチャレンジして、そしてね、あの問題を解決に導いてくれる場合もあります。本当ね。道橋さんね、本当にありがとうございます。はい。えー とまあ、こ,れはこれは違うね。うん、これはあのモナだね。うん、モナ Wi-Fi。ねえー、っと3日後に返信がありましたよってことでね。ありがとうね。はいえー、そんなわけで、今回はあのどうもねどこかの情報で F2 の指紋センサーが F1 と同じように背面にある,あるらしい、あるっていうね。そういう情報がどこかにあるみたいで,で、それを見た視聴者さんが。 あなんか背面にあるらしいんだけどどこにあるのかわからないねだから登録ができないねえそういうことで困っていらっしゃいましたねえそんなわけで公式ページを見てもらえばねもう一目瞭然でございますここねこここがあの電源あの電源じゃない音量のアップダウンでそのこのこの下のあたりかなここに電源ボタンがあるのでこれが指紋センサーになってますこれねえどうぞ今一度ここに指紋センサーが ある機種なんだよということでね。認識していただければ、また使い勝手が変わってくるんじゃないかなと思います。まあ、今回ね。あの弓デジ f2 の最大の売りの中の1個がこのサイドマウント指紋センサーが売りなので、まあ、ここがね。あの通常版のあの背面指紋センサーと思われてたというと、ちょ。ちょっと f2 かわいそうかな。っんて気もするんだけどもね。 ままあでもまあしょうがないよねこれもねだからこの前に発売された弓レジ X っていうのはあの画面内認証認証でね指紋認証でねあの画面の下側のところに指紋のマークが出てそこのエリア内で押すと認証するというまたこれもね新しいタイプになりますのでどんどんどん新しいものにチャレンジしてねあの安く提供してくれるのが。 夢です,です、ね、あとはあの一部の方ね、まあ、ネタでいっぱいさばく方もいるんだけれども実際に手にしてみてね、えー、ニコニコ笑顔でねまあ、とりあえず不具合もなくちゃんと使えてるよってねこれが2万円だったら嬉しいよっていう声がかなり多いのでね、えー、参考にしていただければなと思います。まあ このネットの中とかね中にはアンチ・ユミデジっていうのもいるからね、<laughs> まあ結構そ、それだと盛り上がるんでね、アンチ・ユミデジっていうのはね、バーっと、であのいろいろね、やっぱり物が、現物がないからあの、誰かが想像を言い出したら、もうそれが基本になって、どん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 周りの人が肉付きをしていくんでね、それであのどうしようもないものを1個。 ね、連想できる形にしちゃうんだけどやっぱりあの現物が届いた方の意見というのが何よりもね、あのー、一番現状に近いんじゃないかなっていうか現状だもんねこれがね真実だもんねそれがそういう情報が一番ではないかなとおじいは思います。ね 来あの車い,っていうのはね、いろんなことで盛り上がる、仲間で盛り上がる、そういう場所です。そんなわけでね。はい、そんなわけで F2 はサイドマウント指紋センサーですよということで、もしここを勘違いしている方がいたらね、今一度再認識してみて、チャレンジしてみてくださいという情報でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またね、バイバーイ。